今回ね、あのラットスタジオ、前回に引き続きということですけれども、あのだいぶ、スキヤの機能とかね、ちょっと掘り下げていろいろ調べていただいたと思うんですけれども、面白いですかね、やっぱりスキヤ。そうですね、あの今までのファイヤーモンキーでやるよりも表現力が非常に高まったので、いろいろ見栄えのいいものを作るには、はい、あの適してると思います。はい、ちょっとねその辺はね期待ありますので、はい、でも皆さんも、ね、やり方とかも含めてですね、今日学んでいただければなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。では細川さん、スキヤのサポートを掘り下げるということでよろしくお願いします。はい、わかりました。はい、ということでですね、Delphi 12 Athena から、スキヤが使えるようになりました。はい、これはあの以前から、Delphi for スキヤ4 Delphi かなとして、オープンソースでやっていたものが、IDE に取り込まれたものという形になっています。で、FMX、VCL どちらでも使えるのと同時にですね、Delphi と C++ ビルダーでも使えます。両方とも、全てで使えるということですね。で、前回のデベロッパー TV で、お話しした通り、使う方法すごく簡単でですね、プロジェクトマネージャーでプロジェクトのコンテキストメニューに、スキヤの有効化というのがあるので、これをクリックするだけです。で、これをクリックするとですね、次のページで、このような変化が起こります。VCL の方は、D プロジェファイル、プロジェクトファイルにですね、スキヤの設定が書き込まれています。で、FireMonkey の方は、DPR の方ですね、に、FMX スキヤの Uses と、グローバルユーズスキヤのフラグが True になるように書き込まれます。これでスキヤが有効になっているという状態です。はい。はい。で、スキヤが有効化された実行ファイル、どのようなことが起きているかというとですね、VCL の場合は実行ファイルに、sk4d.dll が自動的に生成されてですね、そこに、自己リンクされるようになっています。なので、VCL でスキヤを有効にした場合、まあ、FireMonkey もそうなんですけど、この sk4d.dll を、一緒に配布しないと、実行できないので、そこだけ注意してください。で、FireMonkey の方はですね、プラットフォームごとに、スキヤのモジュール、それぞれ違うものがあるので、それが組み込まれます。Windows は VCL と同じですね、sk4d.dll という、DLL が、自動的にリンクされます。で、MacOS は、libsk4d.dlib というダイナミックライブラリが、自動的にリンクされて、Android も、まあ、大体同じですね。シェアードオブジェクトがリンクされると。で、この3つと、違う iOS だけ、違っていてですね。iOS の場合、スキヤが静的にリンクされています。これは、iOS の、アプリケーションの規約でですね、ダイナミックリンクライブラリは禁止されているので、iOS だけ静的リンクが、組み込まれるという形になっています。他の、プラットフォームでも、静的リンクになって、実行ファイルが1個になったらいいなとは思うんですが、まあ、なかなか難しいようです。なので、しばらくはこの形でいくと思います。で、今回、スキヤサポートするにあたって、スキヤ用にいくつかユニットが新しく定義されています。ここに挙げたのはシステムスキヤっていうのと、FMX スキヤ、VCL スキヤを挙げたんですが、他にもいくつか、ユニット定義されていて、それらを使うと、スキヤのすべての、ほぼすべての API に Delphi からアクセスできるようになっています。で、今回はですね、この中から VCL スキヤと FMX スキヤに定義されているコントロールについて紹介したいと思っています。はい。では、まず TSK ラベルから始めます。TSK ラベルはですね、スキヤの文字列描画をコントロール化したものです。なので、まあ、スキヤが提供しているいろいろな文字列を、こう、まあ、綺麗だったり、デコレーションしながら表示するっていうことができるようになっています。で、このコントロールはですね、範囲に応じて自動的に改良されます。なので、例えばすごい長い文章を打っても、ちゃんとこう、ソフト改良されて次の行に行くと。T ラベルだとそういう形ではなくても、その、決まった領域の中でもう改良されずに行くんですけど、
TSK ラベルはそこがソフト改良が入って自動的にこう改良されていくと。なので、これは、T ラベルのようにですね、単一行コントロールではなく、どちらかといえばですね、複数行表示可能な、複数行のコントロールとなっています。で、追加する文字列ごとにですね、デコレーション、さっき、ちょっと言いましたけど、デコレーション、フォントの色とか、下線とか、そういうのが、設定できるようになっています。はい。で、すべてのスキアのカテゴリーはですね、このスキアというカテゴリーの中に入っていて、今回 SK ラベルは、この中腹にある AB っていう、このアイコンですね、ここに定義されています。なので、これをドロップして、使うことができるようになっています。で、これドロップしたとき、右下の図なんですけど、縦方向にすごく長くなっているんですね。これは、先ほど言ったように複数行表示可能なので高さが決められないというところから来ています。で、まあ、こんな長、縦に、ね、こんなに長くても使い勝手悪いので、短くするんですが、オートサイズが true だとですね、必ずこの大きさに戻ってしまいます。なので、オートサイズをフォルスにして、サイズ調整をしてください。あとは、オートサイズフォルスにして、アラインとかで、適当な位置にやったりとかすれば、それなりに、見栄えのある表示になると思います。これだけ注意してください。はい、次です。で、使い方なんですけど、これ、そこそこか、他の2つに比べるとちょっと複雑なんですけど、そんな難しいわけではなくて、Words というコレクションのプロパティがあるんですが、そこに Words アイテムを選択して、文字列を指定すると。で、Words アイテムクラスにですね、文字列だったり属性を指定していくという形になっています。ちなみに SK ラベル .text というのが、あるんですけど、トップの、プロパティとしてテキストっていうのがあるんですけど、そちらはですね、Words の0番目のテキストにこうリンクするような形になっています。はい。で、ちょっといろいろ設定してみました。Words アイテムごとに文字列やデコレーション、背景色などを設定できるということで、今回は先ほど言ったカッコ0の0番目の、ものですね、に対して背景色と装飾の色、縁取りの色、文字の色、表示する文字列を設定しました。まあ、表示する文字列はそのままですね、SK ラベル1っていうのが入っていて、背景色が青になを指定したので、もう真っ青になっています。で、装飾の色のところ、中括弧の形で囲みましたが、アンダーラインと、オーバーラインとラインスルーという3つの線が引けるので、これ全部引いてみました。で、ちょっといいのが、ストロークカラーで、文字の周り、縁取りですね。縁取りの色も決められて、なので、こう、どっかにこう、画像の上とかに貼った時にですね、こう、ちゃんと浮き立つような形で、見やすくしたりとかできます。で、文字の色とかももちろん、フォントカラーで設定できると。まあ、こういうところから考えるとですね、ちょっとスタイルとは、相性がそんなに良くないのかもしれません。まあ、ただこういう表示をしたいというのは VCL の方とかではすごくニーズありそうな気がしています。はい。で、ワードアイテムさっきゼロだったんですけど、これどんどん追加できてですね、右クリックで項目を追加だったり、ワーズ、オブジェクトインスペクターでワーズのところをダブルクリックすると、Words の編集っていうのが出てくるので、そちらで追加したり削除したりってことができるようになっています。次で、ここで、ちょっと Words をですね、3個にしました。2つ増やして3個にしました。先ほどの SK ラベル1に加えて、Hello スキアというのと、From Delphi っていうのを、それぞれ違う色だったり、フォントサイズ変えて、表示します。表示してみました。こんな形ですね。その、ワーズごとに色だったり、デコレーションを設定できるようになっています。はい。ということですね。さらに、ワーズアイテムには、
イベントがあってですね、オンクリックイベントがあるので、ワーズアイテムごとにクリックを受け取れます。で、クリック受け取るために、SK ラベル、ヒットテストがフォルスになってるんですけど、ヒットテストを、トゥルーに、してあげてください。そして、右下、さっき、黄緑になっていたフロムデルファイのところを、下線にしてみました。なんかクリックできるっぽく。で、このワーズアイテムごとにカーソルも変更できるんですね。なので、フロムデルファイのところにカーソルが来ると、CR ハンドポイント、指先のカーソルですね、になったり、下線を有効にして、まるでクリックできるかのように見せる。うん、そして、フォントも青にして、リンクっぽくしたものが、こちらになって、右側の画像になっています。これを実際に動かすとですね、はい、こんな感じで右側にフロムデルファイって出てますね。うん、オブジェクトインスペクトのところにオンクリックイベントを設定しています。で、中身はショーメッセージで、センダーで来るのは T ワーズアイテムになっているので、こういう形で AZ で tsklabel.t ワーズアイテムで、キャストして、その中のテキストを表示しているということです。なので、これを使うとですね、バージョン情報とかを書いたときに、クリックして、その製品のページに飛んだりとか、会社のページに飛ぶっていうラベルを使うことがよくあると思うんですが、この SK ラベルを使えば、こういうことも非常に簡単にできるようになりました。はい。で、実際、今 IDE の方でやったんですけど、コードを使っても文字列追加、もちろんできます。で、ワーズプロパティはですね、T コレクションを継承しているので、クリアメソッドとか、アイテムプロパティなどがあって、その中に、アットメソッドがあります。なので、sklabel1.waz.add とやって、文字列、文字の色、フォントサイズ、文字の装飾、太さですね、ウルトラボールド、で、形状をイタリック。という形で今設定したものが右下の、ハロー SK ラベルという赤い文字ですね、になっています。で、これにもオンクリック当然設定できるので、アイテムドットオンクリックで、クリックできるようにしてあります。まあ、こういう形で IDE でも設定できますし、状況に応じてコードで文字列を追加することももちろんできるという柔軟なコントロールになっています。皆さん見ていただいてお分かりかと思いますけれども、非常にね、この月夜の機能っていうのは見た目のインパクトが非常にあるので、皆さんが今までその VCL とか、まあ、特に VCL かな、 VCL で表現力がちょっと足りないとか、まあ、ラベルをもっとなんかデコレーションしたいとかっていう、結構そういうその見た目でいろいろな要望がお客様からあった時に、独自のコンポーテントでなんかガリガリ書いて頑張ったりとかね、直接書いたりとかってやってるところもあると思うんですけども、これスキア使うとね、結構いろんなことできるので、うん、ぜひね、これは皆さん評価していただいて、使いこなしていただきたいなと思います。まあ、こちらねサンプルが、今日紹介したもの以上にね、いろいろなものが機能としてありますので、ぜひね見ていただければなと思います。よろしくお願いします。小田さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。